皆さんこんにちは、なっちでございます。レッドブル注入しております。1ヶ月ぶりぐらいのエナジードリンクですね。卒業制作の方を提出してきまして、まあ、まだ完成ではないんですけど、とりあえずね、その中間で、まあ、どんな動きなのかっていうね、映像が、それの公表会が月曜日にあるということで、うちの学校はね、そんな感じで、勝手に作って提出じゃなくて公表会何回も挟んで、まあ先生にいろいろ文句を言われながらね、文句をね、ここ良かったねなんてないからね、ここはクソみたいな、そんなことしか言われませんけども、そういうのを3回超えてようやく卒業ということで、それをね、提出してきましたよ、第1回目。なのでこう提出ギリギリだとまたこうバタバタすることがあって、動画がね、お休みになったりすることもあると思うので、よろしくお願いします。はい、今日は不動明王ね、今日は強くなった不動明王で極限降臨ラッシュ2行ってみたいと思います。学校でねやってみたんだけど、すごい余裕でした。まあキャラにもよると思うんだけどね、学校で戦ったのはセラフィスとガイノートかな、あの2人はいけましたので、正直吸収とかじゃなければ無効化とかじゃなければ、敵のあとは十字組めれば大抵倒せてしまうというリーダースキルですね。ある程度耐久もできますからね。じゃあ行きましょう。読みの継承の人が良かったんだけど、いないな。ビオランテ持ってないからな、不動明王な。まあ安定はベルダンディか。陣が多ければ多いほどいいんだよね。で、昨日はなんかビシュヌループとか言ってましたけど、前言撤回していいですかね。ベルダンディ詰めで全然強いです。闘技場ぐらい長いとどうなんだろう。なんかこう強敵が長いね、強敵がたくさんいるけど短いダンジョン、まあ、こういう降臨ラッシュとかは全然ベルダンディ染めの方が良かったですね。もう舐めてるもんね、ドラリンとかね。ドラリンでも欲しいんだよね、今降臨チャレンジにいるんだけど、僕進化後この今敵として出てきてるドラリンを持ってなかったんですよ。こいつにプラス振ってやりたいんで、ちょっとこいつが欲しいなということで、ぜひドロップしてね、持ち帰りたいところであります。で、敗北の条件、敗北のポイントとしてはやはりハヌマーンですね。やつ耐久こそできるんですけど、あいつの発狂ラインがね、どうしてもね、このダンジョンだとね、受けることになっちゃうんじゃねえのかなっていうね。見て見て見て、これ前もあったけどさ、このなんだ、洗面所のパイプみたいな火のドロップ、ここが洗面所でこれパイプね伝わったかな。で、天狗ですか。こいつはバインド来るはずなんで倒しちゃいます。ベルダンディ使います。で、これ三成ついてるんですけど、三成は正直溜まると迷惑なんで、ミスというか、まあ、今ベルダンディがね、これしかいなかったんで連れてきてるだけですけど、本当はね、必要ないです。いけるかな、これで。あ、キリストですね。キリストですね、これ。バック!もうバック強すぎるよな。あ、一旦紛らったのか、こいつ。そこで運が悪かったか。まあ、2ターンなだけありがとうってことで、一旦回復して。まあ、バインド回復役はね、お好みで。僕はパールバーティーにしてますけども。パールがね、なかなかいいんだよね。火力も出せて、サイクル早くて、まあ、それぐらいだけど、ちょっとここは決めようか。キリストしてしまった分、ここで綺麗に決めましょうや。危ないね、これドロップね、見落としがちなんだよね。タッチペンとか指に隠れててさ、キリストになってるってことがあるから、皆さんも注意してください。天狗もよし、あれが作りたいんですね。オロチがね、まだ作りたいんでね、ちょっと天狗欲しかったっすね。だからなかなか今ドロップがいいですよ。僕が割と欲しかったキャラクターがたくさん落ちております。本当は菅銀平も欲しかったんだけどね、ここまで来たら銀平もう出ないはずなんで、まあ、銀平は諦めましょうや。サタンはいらんな、ドラゴンゾンビが欲しいんだよね。ナインガルダの進化に必要ですよね。まあ、デビラ行けよって話なんですけど、まあ、やっぱこういうところでゲットする方がロマンあるよね。期間な、残念だったな。
オッケー、よし。そう、レッドブルを封印してた理由なんですけど、言いましたっけ、あのエナジードリンク系ってやっぱ起きてられるんですけど、その後になんか疲れがドッとくるじゃないですか。それが僕嫌いなんですよね。なので最近は使ってなかったんですけど、解禁ですね、さすがに。ここでね、僕寝ちゃったらもうダメだよ、きっと。また動画サボりマンって言われちゃうからね。まあ理由があって休んでるからサボりマンではないんだろうけど、個人的にやっぱね、悔しいんだよね、なんか動画サボるのって。負けた感じがするんだよ、自分に。なので、ちょっと今日は頑張ります。そういう時に限ってこうね、勝てるかもわかんないダンジョンに挑むんだけどね。まあ勝てなくはないんだけど、ちょっと運要素が強い。で、こういうさ、コンボ吸収のさ、敵が出てくるとさ、また危なくなるじゃん。コンボ吸収はあかんよ、ほんとに。どうですか ?5 は言ったけど、これ倒せるかな?踏ん縫っちゃったらやばいよね。あー、そんなにいかない。リダチェン来るか。ファラオ。ベルダンディですね。2ターン耐えましょう。2ターン耐えてもコンボ吸収終わらんのか。こう、リダチェンされるとめんどくさいよね。はい。眼光は大丈夫でした。リダチェンされると耐久力落ちる上に落ち込んが来ないっていうね、完全に迷惑なリーダースキルになっちゃうんで、デッキ消すでしょう、もう。ただね、十字消しさえ降ってこなければ、あ、じゃあ落ち込ん来ねえから意味ねえか。そうだね。まあこういう調整にはいいよね。削りすぎてフンヌの突進受けるとかはないので、それはいいんですけど。よし、ドロップありますね。あとは自分がコンボ組めるかどうかって話です。これだよね、自分の力を信じるっていうのがね、一番ね、僕にとって嫌いなことですよ。おお、意外といけるやん今日の俺意外といけるやん。 OK、 スフィンクスはまあいらない。ディオス、あー強いね。危ないね、ディオスくん。大抵先制で死ぬことはないんですけど、この HP なんで。このダンジョンは敵のステータス上がってるんでね、ちょっとは気をつけておいた方がいいですね。闘技場以上に注意を払った方がいいと思われます。さあ、ドロップ降ってくるかな。まあ降ってこないよね。じゃあベルダンディ使っちゃいます。こいつは2個でいけると信じたい。まあ53いけるし、木がねもう1個入るからね。それで、行きましょう。ね、ここだな。ここスタートで、ここで3組んどいて、ここでまず十字くる。ちょっと組み方を間違えましたね。いや、多分間に合うとは思うんですけど。おお、なんか綺麗な消し方したぞ。テトリスみたい。よーし。7回。だからさ、危ないな。戦線ね、気をつけろって話ですよね。はい、使います。どうせ回復すんなら倒してやろうという発想でいきましょう。これ3ついけそうな、なんか盤面してんな。頑張りたいけど、ちょっと塊もあるから難しそう。あ、多分倒せる。で、オッケー。五右衛門とか混んでよ、ちょっと。先制ラッシュやめてね。ブルルすごい先制ラッシュ。ちょっとヘルさん、僕さ、天狗とドラリン欲しかったんだけど。うわ、今のは、ちょっと、ネタ的な意味でね。僕に負けてほしいってユーザーもいるらしいので、まあ、負け要素も少しは入れておきましょう。うわ、意外と減らねえじゃん、こいつ。どうしたらいいの?火の十字入れて大丈夫?火ないし、とりあえず十字入れてみるわ。パールちゃんが頑張っちゃうみたいなことない?大丈夫?ありそうじゃない?
ファールの副属性が頑張りましたみたいな。大丈夫かな。キーケさなきゃいけるよね。でもなんか硬くない？普通のさ、ソティスよりさ、ちょっと。削り切れんと思いますね。だってさ、多分十字入れたらアウトだよ。多分これ十字入れたらアウトだと思うもん。キー1コンボにしたけど、いけるー！マジか！やった！勝てそうだ。いや、そう考えるとこのダンジョンやっぱり、ねえ、不動明王いいよね。マルチだったらね、あの先生ラッシュもどうにかなったでしょうし、不動明王にマルチブーストついてますし。オッケー。ソティス突破。落ちろよ、そこは。頑張って倒したんだから。ねえ、サタンさんどう思います？あなたね、さっき出てきてくれたのにさ、なんかさ、みんな先制してきたんですよ。ひどくないですか？あなたも先制してきましたけど、あなたの先制なんてもう鼻くそレベルなんですよ。ねえ、サタンの悪口だけ言っちゃったけど。それぐらいでいいんだよね、先制攻撃って本当に。ディオスも4万ぐらいあったし。ヘラ耐えてさ、で、ゴエモン来んなとか言ったら本当に先制来るじゃん。まあ、フラグ回収した動画はちょっとね、やっぱ撮っておきたいよね。撮っておきたいっていうか、ちょっとボツにはしたくないからさ、このまま行くけどさ。普通に負けたらね、多分ボツだったんでしょうけど。副属性だけで倒せますか？ダメですね。さようなら。おうちの紙バインド怖いな。火は取っといて。いけるんじゃない？いけるんじゃない？どうにかなるっしょ。行ってみようぜ。一回死んだ以上はもう今日の動画もう安定クリアとかじゃないんで。ね、知ったこっちゃないですよね。ほら組めたし、729、1640倍、1025もあるけど。あー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 あああ、じいさんこっちめんどくさそうだから倒すわ。お、十字組まれてますね。ここでそう、なんか3敵は北欧だからね、十字軍だよ。そう、ヘイムダルとかね、そういうキャラクターって全員ね、なんか、イラストに十字入ってるんだよね。北欧だからかな。はい、調子いいですね。ジンの調子がいいって言った方がいいね、今のは。おっしょい、規範弦とか知らんで。ちょっと、さっきはじゃあ先制で翻弄された分、今度はこっちが敵をさ、翻弄していこう。何こいつ倍率高かみたいな感じで。敵もびっくりしてるでしょう。見たことないキャラ来たと思ったらね、ああ、積んだ。通行止めになった。2個消す場合は横に並べない方がいいね。今みたいな事故防ぐためにも。非生成ナイスだけど、回復がないんで、どうしようかな。5だもんな。5しか組めんもんな。まだ耐えようか。ちょっと、ジンもまだたまんないので。次いけそうだよ、これ。キーが1個でも振ってこれば。よし、オッケー。あーでもね、この28000点での怖いから結局使うわ。もうこっから先生、おーっと、回復少ねえな。こっからね、もう先生警戒していかないといけないんだよね。警戒小竜人だわ。結局さ、こう回復をこういう消し方しちゃうけどさ。で消えるよね、回復。結局回復してないじゃんって話。耐えて。
おし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 、めちゃくちゃですね、戦術がね。耐えてっていう、もう運ゲーの極み。回復できたんで結果オーライ、で火も降ってきやすいんで結果オーライ、ドバーッ、おーめっちゃ来ましたね。2コンボ分ね、降ってきてくれれば本当に嬉しい。さあドラゴンゾンビ来てくれましたね。こいつをゲットして笑顔で帰りましょう。パズドラってどこに帰るって言うんだあれ。何なんだあの画面は、なんていう画面なんだ。お家、お家に帰ろう。落ちたー、負けらんねー。おーい、めんどくさいやつ来たね。てかメジェドラってここにいるんだ、意外と上の方にいるね。5コンボだからいいけどさ、これ6になった途端難しいよね。チェンジザワールドコースだわきっと。暗闇やめてほしいな。暗闇やるぐらいだったら 99% でよし。で、まあ、これ使っちゃえば回復できるんでね。よし、今回は回復多めの方がありがたいです。まずじゃあこっちに火の十字を作ってですね、でここに火の十字を作ってですね、ここに火の十字を作ってですね、いいですね、コンボもバッチリ。さあドラゴンゾンビゲットして帰りましょう。ヘルさんなら耐えれそうだな、なんとか。ゴエモンちゃんは知らん、楽しもうぞ。気吸収やめて、気吸収があるとダメだな結局な。耐久できると思うけどね。あとはその半減状態で押し切るっていう火力があるのかどうかっていう。リバースもね、今ソニアグランゲットしたんで欲しいところですよ、スキル上げ素材として。おなしゃす、いいね。グラスリーフってありがたいよね、すごく。ただ最後はジン使いたいからやっぱこれ消しとくわ、偏り怖いんで。あ、でも少しは木が多い方がいいのかな。あ、でも怖いからやめとこ、全部消しといて、で盾張るっしょ。でその盾を張った状態、てかコンボ吸収なんてされたらもう太刀打ちできないんで、ここで倒すしかないんだよね。じゃあジンが4回チャンスあります。いいジン出るまで頑張りましょう。まずフレンドさんのね、不動明の時空調律、あ、もうこれでいい気がする、これでいこうか。木が55の日53かな、いきましょう。チェンジザワールドね、ちょっと決めよう、ちゃんと決めよう場所をね。ここと、こことこの辺ね、いきます。何回やってもこれ焦るよね。いいんじゃない。さあどうだ、バカ火力 VS 盾、勝ったぜ。 OK、 まあドラリンも欲しかったけどいいでしょうね、こいつ手に入ったし、うまし。はい、ということで不動明をね使ってみました。1回目のようにさすがにあの先制ラッシュみたいな引きをすると負けます。なので絶対に勝てるわけではないんですけど、ソロでも非常にね勝率が高く、パーティーもこんな、ベルダンディーご利用しで組めて簡単ですので、あとはおすすめの継承としては、チェンジザワールド、あとは覚醒読みとか、そういう操作時間をね伸ばす、エンハというよりかはどっちかというとその十字を安定させるスキルだとボスとかで楽だと思います。覚醒読みだとね3ターンぐらい余裕ができるんでね、あれもいいですよね。ということで、不動明王で降臨ラッシュ2でございました。バイバイ。